はい、今回はですね、有料商材の効果5倍、ブログの勉強方法ということで、少しの自己投資で効果を最大化する方法をまとめました。まず自己紹介させてください。2017年からブログ運営してまして、最初の1年間全く稼げず、試行,試行錯誤し、月収42万円ということで、たけの手紙、ブログとライターで収入を作り出す新サイトを2020年5月に立ち上げました。こんなサイトなんですけれども、ぜひご覧いただけたらと思います。で 早速本題なんですが、自己投資は必要です。まあ、ブログで稼ぐに限らずですけれども、新しい副業とかですね、まあ、そういうのを始めるときに、自己投資は必要ですね、まあ、習い事とかでもそうです、ねえー、習い事、習いに行くのにお金払わないということはな,ないですよね、読書するのもまあ自己投資の一つです。 でブ,ログのブログをやる場合なんですけれども、ブログ記事から勉強するというのは、まず一つ方法がありますで。ブロガーの有料商材を買うというのがもう一つの方法で、えー、なんですけれども、まあ、有料のものって、えー、めちゃくちゃ高いものと、そうでもないものがあるんですけれども、まあ、1個買った方がいいと思います。1個まず買うと。で、SNS で感想の多い商材を買ってみるのがおすすめですね。 で毎月数千円程度は僕はかけたいかなと思います。まあ、1万円以上かけるのは不要かなというのは個人的な意見ですけれどもお、まあ、そんなに高額じゃなくていいんで、えー、毎月とは言わないですかね、まあ、でもお自己投資はした方がいいです。こっちのほうがやっぱり、ね、早いですねで。有料商材を極限まで有効活用しましょうというので、まあ、有料商材って大体1000円、2000円、3000円、4000円、5000円ぐらいですか。 高いものだと1万円以上ありますけれども、おまあ、そこまでの商材はいらないかなと正直思ってますが、まあ、何千円かはです、ね、の商材を極限まで有効,有効活用しましょうというお話ですで。普通の勉強法、有料ノートの場合ですけど、まあ、まず有料ノート買いますよね。で、内容を忠実に実践します。まあ、これ、えー、もやらないという人はいるかもしれないですけど、まあ、一応、忠実に実践すると。おー、して、えー、成果が出るか出ない、えー、成果の出る,出,る出ないによって改善しましょうと。 で試行錯誤を繰り返して何回もノートを読みましょうということですね。まあ、基本、こんな感じだと思います。でも、実は大事な、大事なものは、買う前の部分です。大事なところって。実はここ、重要なんですねで有料。有料ノートっていうのは、無料部分があります。で、本文があって、いろいろね、画像とかも載ってたりするかもしれないですけど、があって、で有料部分がありますね。これ、自分で設定できるわけですね。自分というか、あ販売者が設定できるわけですけど、まあ、こういう構成になってます。 で、有料の部分を当然勉強をするんですけど、この前の無料部分、ここですね、ここ非常に重要です。この部分をしっかり勉強した方がいいんですね、効果が上がります。すごく重要です、これなぜかというと、まあ、理由があるわけですけど、有料ノートへの流入ですね、有料ノート、ポチッと買いましたと、でそこに至るまでにどういう経緯で買ったかっていうのは、すごく重要なんです、自分がですよ。自分が買ったとして、どういう経緯でそこに至ったのか。 SNS やブログなどをまず見たと思うんですね、でその後ノートに、えー、知らず知らずなうちに誘導されたか、あまあ、いろんな理由があると思いますけど、ノートに行ったと。で、有料ノートを買うかどうか判断して最終的に買いましたということなんですよね。ということは結局、有料ノートを買うということはその無料の部分を見て買おうと決めたわけですよね。別に有料ノートの中身を最初に見て買うわけじゃないですよね。ということは、無料部分も超勉強した方がいいんですね。 ということで、買うまでのプロセス、プロセスですね。ごめんなさい。見直してみましょうということで、もう一度ね、買った後に買って、まあ、有料部分見て、まあ、実践しますけど、その後に無料部分もう一回見てみてください。購入までのプロセスを全部見直します。ね、そのノートの販売者をどう見つけたのか。まあ、僕は竹内五郎と言いますけれども、まあ、有料ノートを販売してますけど、ノートはあんまやってないんですが、まあ、あ有料ノートがあったとしますね。で、えー、有料ノートをー買ったと。 で買,って買ったのはいいんですけど、そのノートっていうのはどうやって見つけたのか、ブログなのか、SNS なのかで、どの記事からどうやって行ったのか、ね、どのように誘導されたのか。 ね、ブログで SNS からブログ記事に飛んでブログ記事を見てたらーノートのリンクがあってそこから飛びましたみたいな感じだと思うんですけどその誘導の道筋っていうのをもう一回見直してみてくださいそして自分のブログにこっそりと取り入れてみてくださいということですが、ね、実際に販売できてる人の誘導手段っていうのはめちゃくちゃ勉強になりますこれ無料でできますからねこの勉強はで無料,あごめんなさい無料部分には何が書いてあるのかこれも重要ですね 無料部分には何が書いてあるのか。ねえー、有料部分だけじゃなくて、ね、有料部分を実践して、無料部分に戻る。ね、そして、どんな感じで書いてて、えー、どういう販売訴求っていうか、えー、をしているのか、これを見直してみましょうで。どんなライティングで心が動いたのかというのももう一度見直してみてください、ね。自分が交流に至るまでに見た記事、文章などを徹底研究します。 これがすすごく重要ですね。買って有料部分だけ実践するのは有料商材から勉強するという意味では、まあ、完璧には生かせていないと思いますね。えー、なので無料部分、その購入に至るまでのプロセスっていうのをしっかり勉強していけばアフィリエイトにも活かせますし、まあ、将来、自分で何かしらの商材であったりを販売するときにもめちゃくちゃいきます。 知っといて損はないんで、絶対に研究した方がいいですね。あなたは無料の部分を見て購入を決めてます。決して有料の部分を見てから購入してるわけではありません。無料の部分を見て決めてるんです。その無料の部分を勉強するっていうのはめちゃくちゃ重要です。ね、販売までの道筋です。いろいろね、例を挙げました。コンビニのおに,おにぎり、食べてから買えないんですね。おにぎり。ね、新規購入、新しいおにぎり出ましたみたいな。出、えー、てなんかあったと。 で、それを買うかどうか決めるのは見た目であったり、まあ,あるいはあおにぎり以外の商品の味をもとにです、ねえー、味を想像するわけじゃないですか。実際食べてから買えないんですよねで。リピーターになるのが味ってことです。そのおにぎりが美味しければリピーターになってくれる。ジェットコースターは乗ってからお金払いませんね。乗る前にお金払うはずです。で、乗る前に金払って、どんなものかわからないけど、乗ってみて、よかったらもう1回乗るという形になります。 有料商材も無料部分で購入を判断しています。なので、無料部分にセールスライティングが詰まっています。はい。セールスライティングを勉強するなら、その無料部分なんですね。有料部分は、まあ、セールスライティングあるかもしれないですけど、もう、まあ、基本的にはないですよね。有料部分なんで。なので、無料部分でしっかりとセールスライティングを勉強して、有料部分でそのノウハウを実践するということですね。有料の部分だけ見ていると、お効果は半減かなと思います。 無料部分は超重要でですすとということですね、えー。本当に見てみてください。めちゃくちゃ練られてますし、やっぱり一流の人っていうか、あもう一流の販売できる人ってやっぱすごい人ですから、その人がどういう、なんていうんですか、言っちゃ悪いですけど、手口で誘導しているのかっていうのを本当に研究した方がいいです。感想を解くてもチェックしましょう。あとね、えー、SNS とかで感想があるんですよ、いろいろと。 基本的に特典がとい,いう、えー、例えば感想をつぶやいていただけたらあ固定ツイートリツイートしますとか、まあ、簡単だとそうです。あとは感想をいただけたら追加でプレゼントを用意しますみたいなのもあります。そういうふうにして、えー、ツイッターとかでですね感想をシェアしてもらうわけですね。えー、そういうのをチェックします。 それで、えー、読者さんの声とかね、そういうのを、まあ、ツイートから引っ張ってきて、ブログ記事に貼るとか、そういうこともできるわけですね。なので、この感想特典っていうのもチェックしてみてください。はい。えー、だから SN、SNS で感想特典がある商材を買った方がいいっていうのは、この部分です。この部分になります。 じゃあ、一つの商材を買ったら、あとは無料ブログの記事をいっぱい見ましょうということで、どうやって商品につなげてるのか分かる。アフィリエイトリンクへの飛ばし方が分かる。一つの商材きっかけでさまざまなことが分かるんです。ね、A さんという商材を買ったとし A さんの商材を買ったとします。A さんの有料ノートを買ったとして、その A さんの商品へのつなぎ方、アフィリエイト,トリンクとか有料ノートへの飛ばし方、商材のセールスライティングを全部勉強します。一通り。で、えー、次にですね、有料ノートを販売したら B さんを見ます。 それも同じように分析できるわけですよね。1回有料商材買ってるんで、B さんもその販売経路とか、どうやって誘導しているのかも勉強できるわけです。で、C さんもそれでやりましょうみたいな。これで、だいぶ知識がたまります。1個の有料商材で相当な知識を貯めることができますんで、えー、ぜひ活用してみてください。効率5倍って書けました。まあ、これちょっと煽ってるっちゃ煽ってますけれども、でも A さん、B さん、C さんのノウハウを全部勉強できるんだとしたら、 あ効率はあ、まあ、3倍っちゃ3倍ですし、えーねまあ、有料部分、有料のノートの部分以外をこんだけ勉強できるんだったら、5倍といっても過言ではないと僕は思っています。はい、ということで最後にメディアと SNS です。竹の手紙っていうのを運営してまして、初心者さんにものすごく分かりやすいサイトを目指しています。分かりやすく書いてますので、ぜひ見てみてください。サイトもどんどん、ね、改善していきたいと思います。Twitter 竹内五郎をやってますが詳細なんで、えー 情報をやっています。初心者のブログとライターって方いてあります。基本、ブログとかライターとか在宅収入初心者の方を本当に丁寧にサポート、応援していきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、今回動画は以上です。ありがとうございました。